どれがいいかな。これだ。次は稲川。かしこまりました。あ？月影さん、ついてきてくれますか？はい。戦闘開始ね。報告書も提出したし、今回の定期戦も無事終了。個人的にはクラスメートの実力を測ることができたのは大きな…おはようございます、月影さん。ああ、マナさん、おはよう。最近はよく授業に出席されるんですね。ええ、定期戦だけではパートナーを決めかねていて、欠席者もいましたから。リンカさんですか？そうです。大伊徳先生に再戦を挑むためにも VR クラスからパートナーを求めたいんです。そのためにもこれまでより積極的に授業に出席して親睦を深めたいと思って。それならまた私とも組んでくれますか？月影さんと組んだことでいろいろと学んだことも多いので、ぜひお願いしたいのですが。ええ、喜んで。治療プログラムの上でしたら私は誰とでも組みますし、誰とでも戦います。本当ですか？では早速この授業が終わったら。おはよう。おはようございます、ランカさん。せっかく月影さんと二人でお話ししてたのに。あれ、月影、今日も授業に出てるんだ。パートナーが決まるまで積極的に授業に出てくださるんですって。筆頭としてのお仕事も忙しいのに素晴らしいです。そっかそっか、月影が授業に出てくれるといい修行になって助かるよ。あら、別に月影さんがあなたたちの訓練に付き合うとは一言も。あの、それでランカさん、リンカさんはいつ頃戻れるか分かりましたか？あら、それが全然はっきりしないんだよね。そうですか。朝から騒がしいな。邪魔だ、通れないだろ。クズリン、今日も月影が授業に参加するってさ。よろしくお願いします、ももさん。そうか。あれ、あんまり興味ない？そんなことはない。月影の実力は認めている。だから月影と戦うことは大いに意義があると思う。だがパートナーの件は興味がない。またまた何を言ってるんだか。月影さんと組むことができればパートナーの評価も爆上げ必至。この島での地位は安泰なんですよ。私は評価や地位が欲しいんじゃない、強くなりたいだけだ。素晴らしい姿勢ですね。私もももさんを見習わなくっちゃ。一緒に頑張りましょう。お前を踏み台にするという話だ。慣れ合う気はない。まあまあ、クズリュウ、そう言わずに胸を借りようよ。あとで金剛先生のところで。月影さんは私とパートナーになるって決まってるんです。え、そうなの？そんな話聞いてないわ。バイオラさん。バイオラだ。また騒がしいのが増えたぞ。いつの間にいたのよ。ゴアル、さっきの話は本当なの？
マナをパートナーにするというのは。パートナーにするのではなく、訓練の時にペアを組みましょうって話をしてただけです。固定のパートナーの話とはまた別です。なんだそういうことだったの。バイオラ嬉しそう。物事を隠せないタイプだな。全部顔に出る。うるさいわね。私にとっては一大事なの。うるさいのはあなたでしょ、バイオラさん。理事長、朝からかしましいわね。あなたたちを見ていると若い頃思い出すわ。よみがえる青春の1ページ。理事長にもそんな時代があったんだ。そりゃあったわよ。すっごく可愛かったのよ。卒業アルバム見る？興味ない。あら残念。理事長、人の話の腰を折って何の用事です？そうそう、定期戦の成績の速報が出たから教えてあげようと思って。もしかして暇なのか？めっちゃ忙しい合間を縫ってわざわざ来てあげたんじゃないの。聞きたいでしょ？はい、聞きたい聞きたい。素直でよろしい。では定期戦の順位を発表するわね。1位は月影小春さん。今回もトップを死守したわね。素晴らしいわ。ありがとうございます。それから2位ね、バイオラさん、あなたよ。なんだ前回と同じじゃん。つまんないな。順位で言えばそうなんだけど、今回バイオラさんはかなり評価を上げているわ。そうなの？これまで月影さんがダントツで1位を独走って感じだったけど、今回はかなりの接戦だったのよ。接戦？私と小春が？おめでとうバイオラさん、よく頑張ったわね。そうよね。わあ、私はエリートですもの。当然の結果ですわ。めんどくさい女だ。褒められ慣れてないんだ。そこそこ強いのに。なんかさ、クズリュウさんも冗談を言ってる場合じゃないんじゃない？え？皆さんがそれぞれバルキリーとして成長しているのは認めますけど、第2回の定期戦で私がパートナーを一戦ごとに交代させた意図は汲み取れなかったようだし。意図ですか？でも私、月影と組んでこれまで以上の力を出せました。自分はもっと強くなれるということが分かった。自身が強くあることも大事だけれど、それだけでは足りないの。ヴァルキリードライブは一人では成し遂げられません。パートナー同士がいかに互いを高め合うかが重要なのよ。月影さんに力を与えられるばかりではダメ。あなたたちも月影さんの実力を引き上げられるようにならなくちゃ。私が月影の力を引き上げる、そんなことできるのかな？ランカさんもクズリュウさんも二人が感じたその先があるということね。私たちはまだまだということか。戦闘記録を見直す必要があるな。あ、私も自分の戦闘を確認したい。善は急げだよ、これからやろう。というわけでちょっと二人で話してきます。じゃあね。ほら行っちゃった。この辺もっと熱弁したいのよね。特にひどかったのが、特にひどかったのって。間違いなくこの豚のことね。遅刻ですよ満腹丸さん。今日は大事な話があると言ったでしょ。仕方がなかったのだ。朝ごはんを食べて、それから食後のごはんを食べてたら遅くなったのだ。
ちょうどいいわ、満腹丸さん。ほい。今から月影さんと戦いなさい。うーい、やだ。シャドウムーンちゃんと戦うとカロリーの消費が激しいのだ。どうしてあんなに食べてばかりで太らないのかしら。ちょっと羨ましいわ。じゃなかった。これまでのデータを見る限り、あなたは誰と組んでも一定の力しか出せていないわ。バイオラさんみたいにムラがありすぎるのも困るから、よしよしでもあるんだけど、それでもこの成績が満腹丸さんの全力だとは到底思えません。うん、ぐぐ、難しい話を聞いてたらお腹が減ってきたのだ。パートナーとシンクロすることを考えながら、共に戦うという意識を持って月影さんに挑みなさい。待ってください。何かしら、バイオラさん。小春が戦うなら私も参戦します。ええ、いいわよ。あ、それなら私も。マナ、私もやります。月影さんと組ませてください。な、ちょっと、先に手を挙げたのは私よ。そんなの知ったことではありません。だって次の訓練で私とペアを組むって約束しましたよね、月影さん。ええ、そうですね、確かに約束しました。制約ありってことか。小春が納得してるなら仕方がないわね。では私が満腹と組みます。でもエクスターではなくリブレイターをやらせてください。それも構わないわ。満腹丸ちゃんの意思は無視なのだ。どちらは。では私はエクスターに回ります。私がリブレイターをやっては、満腹丸ちゃんさんが何かをつかむ前に勝敗が決してしまいます。いいですね、マナさん。もちろんです。筆頭と副筆頭の実力見せつけて差し上げましょう。なるほどね、あなたはその姿勢を崩さないってわけ。いいわ、もういい。力を見せるしかないというのは十分に分かった。バイオラ、すげえ燃えてる。では少し場所を変えましょう。思い切りやれるようにね。バイオラさん、こんな流れで戦うことになってしまいましたけど、いい機会です。はっきりさせておきましょう。はっきり。何を。私とあなた、どちらが月影さんのパートナーにふさわしいか。なんだ、そんなこと。そんなこと。ねえ、そんなことでしょ。私がはっきりさせたいのは、私が強いか強くないか、それだけよ。あなた、月影さんを倒したいの、それとも月影さんと組みたいの、どっちなんです。さあ、どっちなのかしら。はあ、私が強くあるために倒すべきライバルなのか、共に戦う仲間なのか、それを見極めたい。どっちも困るんですよね。私のパートナーは月影さん以外やりえないんです。知らないくせに。月影さんにふさわしいと思ってもらえるように私がどれほど努力したのか。では、その努力とやらを見せてごらんなさい。言われなくたって。そろそろ時間ね、私はスタート地点へ行くわ。後で会い。何様だと思ってるのかしら。何から何まで上から目線で、向かっ腹が立ちますわ。マナさん、気をつけて。大丈夫です。バイオラさんのパートナーはあの豚のような体型をした満腹丸さんですし、バイオラさんの戦いは定期戦でも見ています。
あの人だけじゃない。私だって強くなってるんです。現時点の総合力でははるかにこちらが上でしょう。言葉では伝わらないか。とにかく気を引き締めていきましょう。月影さん、よろしくお願いします。尽力させていただきます。私も全力で頑張ります。まだまだ楽しみましょう。でっか、お行きなさい。反撃を貫きます。でっか、お行きなさい。ドライブ。月影さん、お願いします。せっ、ふっ、でっかい。
みましょう。いけるわね。いけるのだ。よし、暴れるわよ。この工場は何を作ってるんだろう。お菓子かな、おかずかな。気分を切り替えなさい、マンプ。力いっぱい体に動かさない。きっと食事も美味しいわよ。おい、美味しいご飯のためなら死んでもいいのだ。虫切り、ド上手、虫切り、ド上手、虫切り、ド上手、ドライブ。満腹、行っちゃいなさい。
虫系だ。よけ、まだ終わりじゃ、雨まだ終わり、そこしつこいわよ。けほら何すんのよ。まだ余計じゃない。そら行っちゃった。邪魔よ。舞い上がりましょう。ほらしつこいわよ。そこ仕留めます。違う。そらそこで。たった、これはどう味わいだ。お似合いですよ。いたぶってあげる。そら下張りなさい。やめますよ。お上手。舞い上がりました。虫系だ。お上手。お上手。お上手。はい、お上手。ほら、いたぶって。これはどうか。おいきなさい。虫系50個も取った。虫系。やはり届かなかったか。あへー、お腹が空きすぎて目が回るのだ。素晴らしい戦いでしたね、ヴァイオラさん。満腹の…そうね、全力を出し切ったわ。やりました、月影さん。ヴァイオラさんを倒しました。そうですね。あの私、何か問題ありましたか？いいえ、特に何も。じゃあ、私を固定のパートナーにしてください。問題ないんでしょ？その話は、また今度にしましょう。一度教室に戻って、今回の実戦の感想戦でもしましょうか。月影さん、待ってください。どうして…